今回紹介するのは、一人ビジネスの教科書、自宅企業のすすめという本です。会社を辞めなくても、貯金がなくても始められる。自分らしい自宅企業で、お金と自由を手に入れる方法。一人ビジネスの可能性とやり方を具体的に見せてくれる本書は、新しい時代を予感させます。一人ビジネスすなわち、 自宅企業の本なのに読んだ後にちょっと感動してしまいました筆者のみんなに一人ビジネスを通してやりがいや豊かさを手にしてほしいみんなに成功してほしいという思いが胸に染みてくるような本だったからです一人ビジネスで成功している事例を大きなものから小さなものまで紹介しているので 自分ではこんなことができるかもというイメージが湧きやすくなっています。またまさに教科書と呼ぶのにふさわしく自分の売り物イコール商品の作り方自分ブランドの構築方法、インターネットを活用して発信するやり方集客の具体的な方法、などが書かれているのでこの通りにやっていけば 企業のやり方が誰でもわかります。そして、一人ビジネスで儲かり続けるお金の仕組みの章では、お金の管理の方法、おすすめの銀行や決済方法、法人化やオフィスは必要か、など、この手の本ではあまり見かけなかった、ぶっしゃけた話もかなり書かれています。習慣の専門家でもある筆者の独断場である。 1> 1人ビジネスの成功習慣のショーでは感情思考行動の習慣をたっぷり紹介しておりすぐにでも実践できるものばかりです例えばビビッと感じてサクッと行動迷ったらやめる今日寝て明日起きる早寝早起きなど今後の自分の習慣としたいと思いました私が特に好きなのはお客様の呼び方は のページです呼び方の答えは本書をお読みいただくとしてその考え方に共感しましたお客様として接するのではなく大事な友人仲間として接する個々のフルネームとニックネームを覚えできるだけファーストネームで呼びかける確かに自分の名前を覚えてもらい呼んでもらうと誰でも嬉しいものですからね。 こんなことまで書いてくれている筆者の心遣いに感動してしまいました。大それた企業ではなくとも自宅で一人で始めるビジネスが広がっていけば個人の才能や得意なことが活かせネットワークを構築し社会に貢献できる新しい世の中になっていく予感がしました。以上、興味のある方は、 実際の商品を Amazon などでご確認ください。今回は最後までお付き合いありがとうございました。よかったらチャンネル登録をお願いいたします。